ノートパソコンは、モニターなどの表示画面、キーボードや、ポインティングデバイスなどの入力機器、バッテリーなどが、コンピュータ本体と一体化され、ユーザーが、任意の場所へ移動させて利用することを前提として、設計された、2つ折りで軽量のパーソナルコンピュータの、総称である。ノートパソコンの一例、シンクパッド R51 ノートパソコンは、主に、パーソナルコンピュータの機能を、 オールインワンとし、携帯性や運搬性を重視したものであるが、その当初は工述するように持ち歩くのにもそれなりの腕力を必要とするものであった。後に、様々な技術の進歩を取り入れる形で、小型化、軽量化が進んでいる。古くは、小型高密度化でそれ相応の製造コストがかかる、ことから、デスクトップパソコンと比して、 販売価格が割高となる傾向は避けられず、またオールインワンタイプの宿命として拡張性も限定的、かつモジュールも専用部品を使うことからデスクトップ機のように部品交換で機能を向上させたりすることにも、それらが効果であるとかそもそも部品交換に対応していないなど困難がつきまとった。しかし2000年代には、 多くのユーザーにとってデスクトップパソコンが過剰性の大きみとなった一方、ノートパソコンの価格も下がり内部拡張のニーズも減少していった。こうした経緯により一般のユーザーにもノートパソコンがメインのパソコンとして受け入れられるようになっている。ノートパソコンの製造には電子部品の小型低消費電力化や機械的構造の高度な設計など、 総合的な技術が求められることから長い間日本のお家芸であった。しかし1998年頃から大型の機種の生産を台湾や中国などに移管するメーカーや現地企業に設計、生産を委託し独自の設計、製造からは撤退するメーカーなども相次いだ。現在日本国内で生産しているのは直販メーカーが中心で 国内市場向けに迅速な対応が求められる BTO による組み立てが行われている。近年では電子部品の高性能、高密度化や部品実装技術の向上、素材の性能向上などの発展により小型化、軽量化が進み演算性能も飛躍的に向上している。またバッテリーの性能向上もノートパソコンの発展に大きく貢献している。 様々な機能がモジュールの形で実装しやすくなっているなどの事情もあり、工述するように多機能化も依然進行中である。日本では住宅事情などにより2000年以降ノートパソコンがパソコン市場の主流となっており、自社パソコンのラインアップをノート型のみとするメーカーも存在する。また従来はコストパフォーマンス重視で、 デスクトップパソコンが主流であったアメリカ合衆国やヨーロッパでも価格や利便性のみならず省電力イコール地球環境への配慮という観点からもノートパソコンによるデスクトップパソコンの置き換えが進んでいる。こういったノートパソコン普及の一端にはメインとして使うのに必要十分な性能がデスクトップ機と 非してもそれほど有高ではない価格で実現できるようになってきているためである。ノートパソコンを選択することは、企業において、省エネ、省スペースも、さることながら、外出、出張先に普段使っている環境を持っていって作業できる利点もある。この安価な省スペースパソコンという需要では、いわゆる省スペースパソコンという選択肢もあり、 ノート型パソコンが小型化の一方で犠牲にせざるを得ない大画面や入力しやすいキーボードや扱いやすいポインティングデバイスなどを使うためにあえてノートパソコンではなく小スペースパソコンを選ぶ視点も存在する。なお2009年には講述するネットブックに代表される低価格サブノートパソコンに牽引される形でノートパソコン全体の価格が下がり 全世界で販売されているパソコンの50%以上をノート型パソコンが占めるまでになっている。ただし低価格なネットブックに関しては2010年にタブレット端末の普及で人気に陰りも現れパソコン全体の市場拡大が見込まれる中で成長率を低めに取る見通しである。ノートパソコンとの故障は和製英語であり世界的にはノートブックと呼ばれている。 ラップトップと呼ばれるカテゴリーで、おおむね 3kg 未満で、ブリーフケースに収まるサイズのラップトップがノートブックと呼ばれている。日本では、ラップトップパソコンより、小型軽量なパソコンを指して、あるいはラップトップに相当する製品をすべて、ノートパソコンと呼ぶことが多い。略して、ノーパソやノートパソなどと呼ばれることもある。2017年現在の日本では、 ラップトップという故障はほぼ廃れ、大型のデスクノートも含め、2つ折り式の、ポータブルコンピュータをすべてノートパソコンと呼んでいる。なお、1989年に、日本でこの分野のパソコンが登場した当時は、故障が統一されておらず、マスメディアやパソコン雑誌でも当初は、ブック型パソコン、ブックパソコンなどの故障が多かったが、エプソンが286ノート、 NEC が98ノートをそれぞれノート型パソコンとして売り出したことからノートパソコンの名が一般的になった。ダイナブックの模型を持つアラン系グリッドコンパス1101パーソナルでポータブルなコンピュータという概念はアラン系による1972年に発表されたダイナブックという構想で詳しく描かれている。 ノート型より先にデスクトップサイズのパソコンの開発が行われたが、これらは形状的に持ち運びができるものではなかった。IBM は1973年にポータブルコンピュータのプロトタイプ IBM スペシャルコンピュータ APL マシンポータブルを発表し、1975年には世界初の市販ポータブルコンピュータ IBM5100 を発売した。 1980年代の初め、最初期のポータブルパソコンは、トランクやスーツケース台の筐体に、CRT や補助記憶装置を詰め込み、なんとか持ち運びが可能な状態に組み上げた、製品であった。ポータル R2ECCMC、オズボーンコンピュータのオズボーン1や、コンパックのコンパックポータブルなどがそのルーツである。しかし、これらは、バッテリー駆動ではなく、 外部電源を必要とし、どうにか移動できるというレベルであった。後に A4 サイズ程度の持ち運べるコンピュータが開発され、ハンドヘルドコンピュータと呼ばれた。フルキーボードと小さな液晶ディスプレイを備え、バッテリー駆動が可能であった。マイクロカセットやプリンタなどの入出力機器を搭載したものもあったが、基本的にはデスクトップタイプのパソコンとは互換性のない。 別個の商品として扱われていた。エプソンの HC-20、TRS-80 モデル100、そして NEC の PC-8201 などが初期の例である。これらはディスプレイサイズが極端に小さくデスクトップタイプのパソコン互換ではないことから現在のノートパソコンとは異なる系統と言える。他にもポケットコンピュータというジャンルも存在していた。 1982年には、ビル・モグリッチがデザインし、グリッド・システムズ・コーポレーションが開発した、グリッド・コンパス1101という世界初のクラムシェル型、つまり2つを折りにすることで、フルキーボードと画面を両立させ、折りたたんだ状態で持ち運べる小型パソコンが、発売された。これによって、ノート PC の原型が確立されたが、高価格だったことと OS がマイナーな。 独自 OS だったため、利用者は NASA やアメリカ軍など特殊な層であり、一般には広く普及しなかった。1983年には同じく、クラムシェル型のダルマントマグナムが、1984年には、シャープ PC-5000、アンペア、そして、ゴビロン SC、1985年には、ボンドエル -2 が発売された。 1985年には一般市場向けで商業的に成功した初のラップトップとして東芝から IBM PC XT5 換ラップトップ PC T1100 が発売された。これらの1980年代初頭より登場した製品は椅子に座った膝の上で操作できるという意味でラップトップパソコンと呼ばれたが初期には高重量の製品が多く 中には、マッキントッシュポータブルなど 10kg を超える製品もあったため、ラップクラッシャーなどと揶揄されることもあった。また、1989年には、初のパームトップ PC であるあたりポートフォリオが発売された。これは、手のひらサイズの横長のクラムシェル型筐体に、ディスプレイとキーボードが備わっていた。この分野では、ポケ PC やシャープ、HP が続いて、 商品を発売した。そんな中、A4 ノートサイズ 2.7kg と軽量で最小限のインターフェースを装備しながら大型の液晶ディスプレイを備えデスクトップタイプのパソコンと互換性を保持した製品として1989年6月27日発表同年7月に東芝から発売されたダイナブック J-3100SS は 中9万8000円という価格で衝撃を与えた。発表こそエプソンの PC-286 ノートエグゼクティブが先んじていたものの価格的には競合にならなかった。これらは1989年10月には NEC より発売された PC-9801N とともにノートパソコン通称ノート PC という 新たな市場を切り開いた。基本的なデザインはノート PC の原型となったグリッドコンパスと大きく変わらないものの、それ以前のより重量的なラップトップ PC と区別するためにノート PC という用語が使われるようになった。1991年には Apple ンピューターがパワーブックシリーズの発売を開始、キーボードの手前にパームレストとポインティングデバイスを 配置するという現在のノートパソコンのデザインの原型となった。シンクパッドは独自のトラックポイントを採用している。現在では、タッチパッドや、ポインティングスティックといった、ポインティングデバイス、イーサネットや無線ンといった、ネットワーク機能は、どのノートパソコンにも必ず搭載される機能になった。液晶ディスプレイは大画面化、カラー化され、Bluetooth をはじめとした。 ワイヤレス接続機能は、著しい発展を遂げ、プロセッサの処理速度や搭載メモリ容量なども、大幅に向上している。これによりデスクトップ型パソコンの補助ではなく、最初に購入する、パソコン、さらに、メインマシンとして使用されることが、一般的となっている。製品によっては、プレゼンテーション向けに、プロジェクタやテレビ画面出力を考慮した設計として、 D サブ15ピン端子や HDMI 端子を備えている。また、個人の娯楽向けにブルーレイディスク、DVD などの高学ドライブやデジタル、放送受信機器なども内蔵しており、持ち歩く映像機器としての側面も強くなっている。映像出力に関する機能は主に教育施設や企業など体制に向けて情報を提供する用途に対して多用される。 また USB はそれ以前のノートパソコンが苦手とした拡張性を補ってあまりある接続性を提供しており外部記憶装置や各種入出力機器ユーザーインターフェイスデバイス拡張機能を提供する周辺機器は多く前述の Bluetooth による外部機器接続の利便性と合わせて様々にユーザーに利用されている構造としては 基本的にパーソナルコンピュータの機能を備える以上は、このコンピュータアーキテクチャを踏襲したものになっているが、オールインワン機種として、表示機器や演算装置、外部記憶装置、入力機器などを一通り内蔵している。また、携帯に際して、電源を得られない場所でも使用するために電源を内蔵しており、内蔵電源と外部電源を利用できるようになっている。 パーソナルコンピュータ自身が汎用の製品であるため製品によっては特定のユーザー群の利便性を向上させるべく何らかの機能を付加したものがある一方で基本機能だけでまとめられユーザーが用途に応じて拡張機能をオプションで追加することを前提とする製品も少なくない小型化、携帯性を求める機種では高額ドライブなどかさばる機能は 外部接続で利用するよう設計されている。軽量化およびバッテリー動作のため、表示機器には主に液晶ディスプレイが使われており、基本的に本体部分との2つ折り方状となっているが、画面部分を回転させ、画面を表にして折りたたむことで、タブレット PC のように利用できるタイプも存在する。画面の大きさは、デスクトップパソコンと同様に対角で、インチで表される。 以前は、アスペクト比は、4、3が主流であったが、2000年代半ば頃から、16時10分、16、9の、いわゆるワイドが主流となっている。初期の頃は、小型化や、技術的なものやコストの問題もあって、モノクロ画面を採用した製品もあったほか、16色や256色表示など、色彩表示が、限定的なものもあったが、 現在はほぼ例外なくデスクトップ機と比べても遜色がないカラー表示が可能となっている。液晶ディスプレイに関しては当初は白黒液晶に始まりカラー化の途上で比較的安価な DSTN 液晶を採用した製品も普及したが現在はほぼ全数が TFT 液晶となっている。バックライトについては近年に至るまでレイン極管が用いられているが 2008年、第4四半期から、LED バックライトが登場している。筐体の大きさについては、ノートパソコンを閉じた時の状態で紙の寸法の、A 列および B 列になぞらえてカテゴライズされている。また、紙の寸法より一回り大きい、ファイルサイズという表現も用いられる。ただ、前述の通り画面アスペクト比がワイドのものでは、横に細長い製品も登場している。 スリムノートと呼称されるノートパソコンについては特定の大きさのカテゴリーに属するノートパソコンよりも比較的厚みが薄いものを指す。電源は基本的に内蔵電源としてのバッテリーと外部電源を直接利用したりバッテリーを充電するための AC アダプタを利用する。大型の機種や過去のものには外部電源を利用するための変圧器や整流器を 内蔵した製品もあったが、現在では、本体の小型軽量化を妨げる要素として、小型機種を中心に外部に AC アダプターを接続する形態が主流である。バッテリーに関しては、技術革新が著しいものの、コンピュータとしての他の箇所の構成のオは、消費電力を増大させる傾向もあり、また実用的な稼働時間と携帯性の間で、メーカー側は、 バランスに苦慮している。ノートパソコン以外にも言えることだが、二次電池は、密る放電サイクルを繰り返すにつれて、有効容量が減少するという問題を抱えており、経年劣化したバッテリーは、交換を必要とする場合もある。なお、頻繁に、密る放電を繰り返したり、過放電するなど、利用条件次第でバッテリーは、保証期間内であっても容量が低下する場合もある。 ことから、メーカーでは、消耗部品扱いで、保証対象外とする場合がほとんどである。ノートパソコンに付属する AC アダプターは、外部電源による動作及び内蔵バッテリーの充電のために使用するが、ノートパソコンが携帯される機器として、販売されている地域を離れた、海外旅行や、海外出張にも持ち出される場合もあることから、世界各国の電源事情に対応。 電圧や交流周波数の違いを自動的にノートパソコンの機能に即した電圧で直流の電流に変換できるよう設計された製品も見られ、また、コンセント形状も様々な規格が存在しこく、地域によってまちまちであることから、プラグ変換で対応する製品も見出せる。この他、乗用車のアクセサリーソケットを利用できるアダプターなど、様々な製品も見られる。 また、半導体製品の低電圧化が進む現在でも、消費電力の高い CPU や液晶パネル、隠しドライブなどを使用していることもバッテリーの小型化を阻害している要因である。古くは乾電池で駆動するものやシンクパッド220のように必要に応じて、バッテリーと電池ボックスを入れ替えて利用できるノートパソコンも存在したが、パソコンの性能が上がり、 消費電力の増大した現在では、ノートパソコンを実用的に駆動するのは難しいため、現行のノートパソコンでは乾電池駆動の製品は見られない。そのため、外部に持ち出して長時間駆動するには、AC アダプターも持参し電源を確保する必要性が出る。一部のメーカーでは、充電式電池に代わってアルコールを補給して電力を発生させる。 燃料電池の開発を進めているが、まだまだ技術革新の必要性が高い製品と言える。なお、公共の施設で AC アダプターを使用すると電気セットになる恐れがある。その一方で、ノートパソコンを含む様々な電子機器としての携帯機器が一般に普及した結果として、日本においては一部の新幹線や特急列車、ファミリーレストランや、 ファストフード店など、客席にノートパソコンや、携帯電話の充電用のコンセントを備えた施設も、増えるなどしている。またバッテリーは、携帯時の電源だけでなく、急な停電の際の無停電電源装置としても、機能する。内蔵するデバイスのスピンドル数で以下のように、分類されることもある。ローエンドから、ロアメインストリームの CPU と、13から15インチクラスの、 液晶を搭載したモデル。価格優先の設計で寸法と重量が大きいが、CPU がボトルネックとなりにくい一般的な用途には、必要十分な性能で安価なこともあり、各社の売れ筋商品となっている。チップセットにも、モバイル向けローエンド製品が使われることが多く、GPU もチップセットに統合されている。中には、無線欄をも省略したモデルもある。 また、2012年頃から USB 3.0インターフェースや一部に限られるが、ブルーレイディスクドライブなどを搭載したモデルも存在する。16から18インチクラスの液晶に最高性能レベルの CPU とハイエンド GPU を搭載したモデル。動画編集、DTM、オンラインゲーム、カナダドル、解析用途など、十分なマシンパワーが必要な用途向け。 ゲーミングのオートパソコンやモバイルワークステーションなどと銘打って売られているものもある。高速化を目的とした SSD、大容量のブルーレイディスクドライブや地上デジタルチューナーを搭載している機種もある。一般的に普及機よりも重量は重く、持ち運び移動にはあまり適さない。2014年7月現在、日本で販売しているメーカーはレノボ、東芝、 富士通、NEC、デル、エプソンダイレクト、ヒューレットパッカード、エーサー、アップル、ショップブランドなどで、それぞれ各社のカラーが、はっきりと出ているのが特徴。14インチクラス以下の液晶と、高性能 CPU を組み合わせたモデル。携帯性と高性能とを兼ね備えている。GPU は、消費電力を抑え、傾向性を確保するため、 チップセット内蔵のものを利用することもあれば、性能を重視して、ミドルレンジ程度のものを実装することもある。近年では、ビジネスモバイルとの中間的モデルも増え、ビジネスモバイルとの区分がはっきりしなくなっている。ビジネスで持ち歩くことを想定して作られたモデルで、携帯性と堅牢性、バッテリーの持続時間が重視されている。ビジネスバッグに簡単に収めることができ、 ラッシュ時の通勤電車に揉まれても壊れないよう、マグネシウム合金やカーボンファイバー素材などの頑丈な筐体を持っている。CPU にも低電圧バージョンを採用し、細かな電力制御をするなど省エネに気を配って、電池での稼働時間を伸ばしている。その他にもハードディスクに対する負荷や衝撃を軽減する仕組みを採用したり、キーボードに水をこぼしても問題ない製品も、 存在する。ただし、戦術の素材を含め、小型軽量設計で高価格であることと、電池持続時間を優先するあまり CPU の性能が二の次になっているなど、扱うデータのサイズやアプリケーションの種類によっては、不利な面もある。この分野は従来、パナソニック、IBM、富士通が得意としていたが、最近では、NEC や、 ソニーも対抗するモデルを販売するなど、他社も追撃する気配を見せている。ビジネスモバイルから派生し、屋外での使用を主な用途と想定して、対振動、対衝撃、防塵防滴性能などを大幅に向上させたモデル。主に軍、警察、消防などで使われるが、振動に強いという性格から、車載端末として使われるケースも多い。 この分野は従来、パナソニック、ジェネラルダイナミクス、ゲッタックが市場をほぼ独占していたが、現在は NEC、デル、ヒューレットパッカード、モトローラなども参入している。パソコンでテレビ放送を見るためのモデル。こういった方向性はアナログ放送、8ビットパソコンの時代から存在するが、テレビチューナーを搭載しているのが条件で、 地上デジタルテレビ放送開始後の2012年現在では、地デジチューナー搭載の大型のオートブックから、ワンセグチューナー搭載の1スピンドル機まで幅広く、リリースされている。パソコンとしての性能も、さることながら、放送、あるいは映像ソフトを視聴するための、アプリケーションソフトウェアの使い勝手の良さも求められる。チューナーを内蔵するため、それなりの重量となるが、 チューナーを外付けにして USB ケーブルでつなぐ形をとっているモデルはテレパソでありながらテレビチューナーなしモデルとほぼ同じ重さとなるテレビチューナーのない機種でも USB 接続の外付けワンセグチューナーを接続テレビ局によるサイトでの同時配信でテレビ番組を視聴することはできるクレボなど日本国外のメーカーから発売されているベアボーンを パソコンショップが組み立てて販売する携帯のパソコンのこと。BTO が基本。CPU グレードやメモリ、HDD 容量など内容の設定の幅が広いため、無駄を極限まで切り詰めることができるので、低コスト、かつ不必要な機能やアプリケーションソフトを省いたパソコンを手に入れることができるが、サポートセンターが存在しないので、トラブルが起きても、 自力で解決できるスキルがユーザーにも要求される。一部にはノート型でありながらバッテリーを搭載しない機種も存在する。デルやヒューレットパッカードなど直販 BTO 主体のメーカーの製品もショップブランドほどではないものの実際に製品に触れ質問ができる店舗が限られるなど初心者にとってはハードルが高い傾向にある。引き換えに時折行われる。 キャンペーンなどをうまく利用すると、ショップブランド同様に、低コストで不要なアプリケーションソフトが入っていない、パソコンを手に入れることができ、サポートの内容もユーザーの好みで、段階的に選べるため、電子掲示板などで情報を得られる中級者以上のユーザーが購入する場合が多い。また、家電量販店などで販売されている主要なメーカーの多くは、並行して、 自社のウェブサイトで直接販売も行っており、直販専用モデルとして、同程度の内容の製品が安価に売られていることも多く、メーカーによっては、通常より長い3年保証の付与、CPU やメモリ容量など一部内容の変更が可能、大型量販店でもオプションサービスで行われている、自宅へ納品後の設定サービスが選択できる場合もある。BTO 販売の場合、 2015年10月時点において一般流通ルートでは入手不能となった Windows 7が選択できる製品もある。14インチクラスの液晶画面を内蔵し、普及機並みハイエンドモバイルクラスの CPU を薄型の筐体に詰め込んだノートパソコン。SSD を搭載しているため、Web サービスやビジネス向けアプリケーションの使用では快適なパフォーマンスを発揮する。 光学ドライブを省略し、拡張性を排除した簡素な構成で、比較的低価格。性能と携帯性、価格のバランスに優れており、普及型とビジネスモバイル、ハイエンドモバイルのニッチを置き換える、次世代の主流型のオートパソコンとして期待されている。7から10インチ程度の小型液晶ディスプレイ、比較的低性能かつ超低消費電力タイプの、 CPU を搭載し、高額ドライブを省略した小型ノートパソコンの企画が2006年に制定され、各社から製品が発表された。CPU においては、当初、インテル A100 などのセレロン、M ベースの CPU、もしくはビア C7 や AMD ゲオデなどが主流を占めて、いたが、最近は、インテルアトムを搭載した製品が大部分を占めている。しかし、 ウルトラモバイル PC の特徴である、ペン入力や、ポインティングスティックなど、複数の操作機構、画面を表にできる、折りたたみ機構といった、高付加価値による、高価格、CPU やメモリの能力に見合わない OS が、プリインストールされていたため、売り上げは伸び悩んだ。ただし、OS については工述のネットブックが、 普及しだしてからは、マイクロソフトの OS 供給方針変更もあり、負荷が少ない Windows XP が搭載されるようになった。しかし、ネットブックともども2010年頃から急激に普及したタブレットコンピュータに駆逐され、結果的に消滅した。ネットブック2007年に、ラップトップパソコンよりもシンプルで低負荷価値なネットブックと呼ばれている、10インチ。 前後のミニラップトップが急速に普及しだした。人気の背景にはパソコンが大半の用途において過剰性能になっていること、大容量のストレージや高い処理能力をそれほど必要としないウェブアプリケーションの普及がある。あえて低性能に抑える形で廉価なモジュールを組み合わせた製品が出回っており、2008年に前後する爆発的な普及では、 集積回路メーカーから OS をリリースしているマイクロソフトまでも巻き込んでの一大市場を形成した。なおこの際にマイクロソフト側は低価格化のネックとなる OS のライセンス量を見直す上でウルスプックという基準を示し、これがネットブックのスペック上限にも影響を与えている。しかし前期のウルトラモバイル PC と同様、このポジションは タブレットコンピュータに移行し、2010年に生産を終了した。ノートパソコンは、パソコン全般と共通するコンピュータアーキテクチャを採用、他のパソコンと互換性を備えているが、その互換性を持たない、ノートパソコンによく似た携帯を持つ携帯機器として、スマートブックというジャンルも登場している。これらは、PC、AT 互換アーキテクチャを採用する上で、 小型化、低電力化を阻害する、避け得ない、様々な制約を回避する上で、アームアーキテクチャなど、スマートフォンのそれを採用した製品が見られ、これらは、インターネット端末としてや、クラウドコンピューティング端末など限られた機能しか、持たない。2010年より活性化した、いわゆるタブレット端末にも通じるこれらでは、両ジャンルに食い込む製品も見られ、 例えば ASUSNA Pad Transformer のようにキーボードと本体であるタブレット PC が分離可能で必要に応じて双方の利便性を使い分けられるようになっている。ノートパソコンはその90%以上が台湾メーカーにより OEMODM 生産されている。ノートパソコンの画面を凝視する女性ノートパソコンを長時間使用する場合人体に 与える影響が指摘されている。ノートパソコンの場合、ディスプレイが目線より下に存在することになり、常に首を曲げた状態で作業をする必要が生じる。これによって、肩こりや頭痛、長期的な疾病に至ることが懸念されている。そのため、一定時間ごとに休息し、マッサージをするなど対象療法的な方法と、 モバイル以外の環境では視線を落とすことなく、視認可能な外部ディスプレイに接続するなどの方法が推奨されている。ノートパソコン用を冷却台ノートパソコンの下に敷いて使う。USB などから電源を取り、内部のファンを回転させて、パソコンに風を当てる。また、高い発熱をする CPU を採用したり、冷却ファンの出力が低い場合、 バッテリーの加熱、発火事故や長時間の使用で発生する内部の発熱による火傷の被害も起きている。これを防ぐには市販のノートクーラーパッドや USB 扇風機などでノートパソコン本体の温度を下げる必要がある。ありがとうございます。